こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、サンバのスルドの、リズムパターン、これを覚えるとバスドラのあのサンバキックのフィールっていうのが、あとなんだろうね、こうボサノバのフィールっていうのがすごくよくわかるのかなと思いまして、でまあ何度か説明してるんですけど、これがスルドっていう楽器ですね。でもっと本当は大きいマレットで叩くんですけど、ちょっと今なくて、こんなマレットですけど、これでめちゃくちゃ低い音が出るんですね。で、リズムがワン要はミュートした音と1 2 1 2 1っていう風にやるんですね。でこうカーニバルやってる間ずっとこれを叩くわけじゃないですか。そうするとやっぱ裏拍とか入れたくなるということで、ワンワンエンドツーエンスリーエンフォーエンワンエンツーエンスリーエン1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4で叩いて上げてこうね、で次の4で叩いて叩く、こう押さえて叩く、だから1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4ね、こうするとこういうリズムパターンができるんですね。で、こうハイハットの位置はですね、これね、で、one and two、one and two and three、もうね、one and two、two でここを叩くのね。右手はドッカドッカを繰り返すわけです。さっきの左手を足せばいいんだけど、ワンエンダーツーエン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 ダー、ワンエンダーツーエンダー。これフロアタームでね練習してもらうといいんですけど、ワンエンダーツーエンダー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 。これがボサノバとかサンバのフィールの核になるので、要はツッツッタツッツッツッタじゃなくて、ドッツッドドーンドトツッツッオドーンツッドド、こういうフィールが、身につくかどうか。ツーンエンダーワンエンツーエンスリーフォーエンワンエンツーエンスリーエンフォーエンワンエンツーエンスリーエンフォーエンワンエンツースリーエンワン。に、こうやってフィールがあるんですね。なのでこれをフロアタムで何回か練習してもらった上で、これを足で練習してもらうとめちゃくちゃわかると思います。はい、ぜひやってみてください。先ほどのスルドのリズムをこれやった上で、すごくこうボサとかサンバのフィルが出しやすいんですが、これを、みんな8ビートからいっちゃうんで、よくなりがちでしょ。それをこういう風にすると、スルドのリズムから、まあ、サンバがドラムに置き換えやすくなるっていうことですね。はい、ということでこれをだからもともとパーカッションでやってたものをドラムセットに置き換えるやつの一番大事なのがこのスルド。でもこの裏拍はないのもあったよね。これでフィールが出る。で最初はドッツドーンドッドーン、だからサンバのバスドラのサンバキックって別に裏拍はなくてもいいんですよ、表だけで。
感覚で全然平気なんで、まあ、これをなんかその要は8ビートからやる感覚とこのスルドを感じてやる感覚でだいぶこうボサノバサンバフィールが出るんじゃないかなということで、こういうお話をしてみました。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。